六草キャラバンドットコム岩佐です。2014年のハセツネカップが昨日行われまして、男子で見事、3位優勝、7時間28分でしたよね。奥宮俊介さんです。おめでとうございました。今年も大きな秋の大運動会、ね、ビッグイベントでしたけれども、今年は、ね、今回何回目になりますか？9回目ですよね。そうですよね。でもう奥宮さんといえば、これまで入賞、そのうち6位以内の表彰台に上られたのってもう8回。そうですよね。もうですから、もう破説の顔と言ってもいい存在なんですけれども、今回はやっぱりこれまでと比べてタイムとしても、そうですね、自己タイム、ベストタイムということになりますよね。はい、短縮しました。やっぱり今までの8回とはちょっと違いますじゃないですかね。そうですね、はい、まずちょっと一番今までと違ったところが、まあ、昨年までというか、はい、ここ数年と一番違ったところが、はい、トレーニングをしっかり計画的に、うん、もう結構2ヶ月先とかぐらいまで、はい、レースに向けた トレーニング計画をちゃんと立てて、7月はアイガーのコンテナトレーニングがあって、はい、6位という成績でしたけど、そこからも順調にリカバリーというか、そういう面ではそうですね、うまくいったというか、はい、リカバリーからトレーニングまでの流れも、はい、しっかり計画立てて、はい、それ通りに、うん、ほぼそれ通りにいけたので、うんうんうん、ただやっぱりちょっと8月が結構リカバリーに当ててしまったので、はいはい、実質暑かったというのも、そうですね、しっかりトレーニングするのが9月うん、説明を受けては9月1ヶ月間でよかったんで、うん、まあ、そこもちょっと長く取れると、まあ、よかったかなと思うんですけど、まあ、でも範囲程度にちょっとレースの展開ということで振り返ればと思うんですけれども、はい、やっぱ全体的に前を集団の中にいて速いとか遅いとか感じたことなんかあるんですか？いや、もう最初スタートの時はもう、はいはい、なるべく前の方に行って、うんうんうん、なるべく積極的に、うん、前の方に気をつけないと、うん、はい、もうね、東さんとかルイとか、うんうんうん、スピードがあるだろうな、ほど、やっぱりと、うんうん、ある程度前には突こうと思ったんですけど、はいはい、ただその中でもちゃんとしっかり後半上げれるように余力を残しつつっていうところが、うん、ペース配分としては難しかったかなと思います、うんうんうん、でも宣言の手前から、結構ね、抜きつ抜かれつというか、そういう展開だったんですか？駆け引きが、ね、いっぱいあったんですよ。10位には速報には出ないんですけど、あの中でかなり、やり取りがあって、それなんか話したりなんか心理戦を仕掛けたりするんですか？その時話しはしなかったんですけど、やっぱりバーッと逃げる人が、はい、いて、それについていくかついていかないかとか、じゃあそれは前後しながら、あいつは今日いいんだな、いけるんだな、そうですね、ちょっと調子悪そうだなとか、もう見ながら、だから本当ついていこうかどうしようかと思った時に、うん、まあ、頭にやっぱ浮かんだのは、うん、で相馬さんだったら、ね、うん、はい、まあ、絶対についていくだろうなと思ったし、相馬さんってやっぱ何度もレースで破折するので一緒に走ってるんですけど、本当歩かないんですよ。上り坂でも、はい、ついていかずに歩いちゃうのかなと思ったんですけど、うんうん、いや、たぶんその差だったら絶対走るだろうなと思って、うんうんうん、ちょっとそこはちょっと、そういうふうに思って頑張りました。やっぱりその愛が終わってから、まあ、今日までというか、うん、昨日までというか、うん、相馬さんのことを考えなかった日っていうのはないんですよね。うんうん、まあ、富士とレールヘッド講演会をやらせてもらっていて、うん、やっぱり一日何件か問い合わせのメールが来るんですよ、うん、やっぱそれに返信しながら、やっぱり相馬さんのことをやっぱり絶対考えるので、うんうん、やっぱもう本当毎日毎日相馬さんのことを考えていて、うん、やっぱこう、まあ、レース走ってる最中もやっぱりね、どうしても、うん、相馬さんのことが走りながら頭に浮かぶし、うん、まあ、先ほども言ったように相馬さんだったらきっとこうじゃ歩かないだろうとか、うん、まあ、そうなったらここで攻めるだろうなとか、うんうん、そういうのを考えながら、うん、途中からはもう相馬さんの記録を抜くしかねえなと思って記録をずっと意識して、まあ、相馬さんにこうそういう意味では、ね、
ては、ね、参加されてませんけれども、そうですね、こう背中を押されながらというようなところがあったんですよね。そうですね、はい、あの今お話しましたフィジトレイルヘッド講演会ということで、はいはい、これはあのどういった形で参加することができるか、皆さんに何かお知らせ、ね、参加し方としてはどんな形がありますかね。あの富士トレイルヘッドのホームページに、うん、はい、富士トレイルヘッド講演会のバナーリンクが貼ってありますので、うんうんうん、そこをクリックしていただいて、うん、あのまあ、ゆうちょ銀行に口座を作ってますので、うんうん、それと講演会という名前で、うんうんうん、口座開いてますので、うん、あのそこに振り込んでいただくのと、うんうんうん、あとはあのニューハレのアウタさんがコールドテープ作っていただけるので、うん、それを購入するとあの、うん、またその寄付にも回りますので、はい、あのぜひですね、あの寄付にご協力いただけると、まあ、さんまさんの、ね、うん、いちいちの早い発見と、うん、あと残されたご家族の支援にも、うんうん、支援にもなると思います、ね、はいはい。最後にちょっと話変わりますけれども、はい、このハセツネというイベント全体、今回のイベント全体で見ると一つ大きなニュースとしてはウーダルイックの、ね、あの7時間1分っていう、本当ですね、ちょっと信じられない、ね、感想としては福野上さんの、いやいやもう信じられないですよ、うん、本当ゴールしてやっぱあの7時間半切りできて、私としても、まあ、納得いく走りだったんで、うん、ゴールした瞬間はすごく嬉しかったんですけど、うんうん、ゴールしてちょっと経った時にルイのタイムを聞いて、うん、なんかあれあれみたいな、素直に喜んでいいのかなみたいな、こうだから、ね、今までその優勝逃した時も、まあ、5分10分とかに育ったらまたなんかこう、ね、詰めれるかなっていうの可能性をあの感じれたんですけど、さすがに、ね、28分30分近く離されて、なんかね、ちょっと違う世界なんじゃないかなって思っちゃうぐらい、うん、まあ、そういう中で奥宮さんまさにもう今度は10回目に手が届くってあのベテランでなおやっぱあの声であの表彰台の上の方に立たれるっていうことなんで、あのそういうなんていうか、まあ、なんてレースっていうか、それまたこれからみんな楽しみだし、まあ、特に、ね、私みたいに40代近い40代になってしまっているものとしてはそういうこうベテランというか経験豊富な奥野さんの活躍というのは常に支え、なんかの心の支えになるので、4、5年前のメンツが懐かしいです ね、 そうね、ちょっとねこう表彰台も顔ぶれがねこう安定してた時期がありましたね。そうですね、あの頃のメンツがなんか懐かしいですね。ありがとうございました。ますます活躍をお祈りします。はい、ありがとうございました。